身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長を稼ぐことを発信していきたいと思います。身長と場所の人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは、身長治療の初診受ける前に必ず確認していただきたいことについてお話しさせてください。全国ね、世界から私のですね、身長の外来の方ですね、来ていただいて誠にありがとうございます。ということで早速ね、確認事項をお伝えさせてください。まず一つ目、初診時の年齢が15歳0ヶ月未満であること、すごく重要なポイントになります。15歳0ヶ月未満でないとですね、私の外来は受け付けておりません。今後ですね、傾向を見ながらですね、より一層受診年齢を厳しくして14歳とか13歳に落としていく可能性もあります。ただ現状としては15歳0ヶ月未満の方を対象としております。次2番目、15歳0ヶ月未満の方であれば現状としてご受診いただけますが、男子14歳以上、女子13歳以上の方に関して言うと受診自体はあまりお勧めしていません。というのもですね、男子14歳以上、女子13歳以上の場合ですと治療効果が極めて低いことも多いです。つまり逆の表現をすると、できるだけ早い年齢にご受診いただくことをお勧めしております。現状としては5歳以上であれば受診可能というふうな表現にさせていただいております。3番目、価格について説明させてください。初診の費用に関して言うと、 YouTube の登録していない方に関して言うと通常価格の5万円、 YouTube の方ね、登録していただくと3万円になりますので、クリック一つでできますので、ぜひご登録の上ご受診の方お願いいたします。初診料の費用に対して治療費ですね、ここすごく重要になってくると思います。治療費に関して言うと、栄養補充の方が月額3万円から、成長ホルモン補充療法の方がですね、体重によるので何とも言えないんですけども、月額20万円以上かかる方が多いかなというふうに思います。一番高い方ですと月額で50万円ねする方もいらっしゃいますので、非常にね、高額な治療になると事前にご理解のほどよろしくお願いします。以上ですね、私の方からお伝えさせていただきたいポイントになります。皆さんもですね、ご受診される場合ですね、できるだけ早くご受診いただいて、自費診療で高額な部分もありますので、その点もご注意いただければと思います。それではまた、バイバイ。